岡崎平野矢作川。右奥には、江那山大塚川と岡崎市街地豊田市の、明治用水島志向、トヨタ自動車本社岡崎平野は、愛知県、中部、または中南部にある平野。矢作川下流域に広がる。西三川平野、西山平野とも呼ばれる。東部の矢作川、西部の境川流域の中積低地、その中間の壁階台地と呼ばれる。 鉱石台地からなる。壁海大台地には、藍妻川やサルト船など境川の支流が猛状に解析している。典型的な東海式気候区であり、年光水量は約1400ミ、mm、リメートルと愛知県で最も少ない。東西20キロメートル、南北36キロメートル、面積約700平方キロメートル。面積は、農美平野に次いで愛知県2番目。南側は、 三河湾の厚見湾に、西側は三河湾の千田湾に面している。三河高原の西側から北半島の西側に広がっている。矢作川最下流部の西を、はず地区には広大な平野が広がっており、かつて矢作川が形成した自然堤防が多く分布している。三河湾岸には海抜ゼロメートル以下の干拓神殿がある。 立領政施行以前の愛知県は、能美平野の終わり国、岡崎平野の三河国、豊橋平野の保国の三国に分かれていたが、立領政施行後には、終わり国と三河国の二国が定められた。愛知県北東部にある三ノ三河高原は、河口岩が卓越しているため、矢作川の河川堆積物は主に砂であり、中石定地には自然堤防が発達している。 壁海大地の北部は矢作川による扇状地であり、河口岩やチャートなどからなる歴層だが、南部は矢作川の三角州による砂層である。かつての矢作川本流は、今日の矢作古川だったが、1605年に流路変更を行い、今日の矢作川が本流となった。右岸の段球面は、最上位段から丘陵性の藤岡面、三吉面、衣面。 壁界面であり、コロモ面と壁界面が岡崎平野の主体となっている。豊田市街地があるコロモ面は標高80の20メートルであり、やや河川解析が進んでいる。安城、狩谷、地流、高浜、壁南市街地がある、壁界面は標高20から5メートルである。壁階大地の中でも、矢萩川右岸は安城が原と呼ばれ、 松が生える原野であった。1880年の明治用水やその後の枝下用水が開設されると、考えによって約6000ヘクタールの水田が開発された。愛知県は安城農林学校などが経営して多角的な農業経営を行い、1930年頃の安城が原は日本デンマークと言われる農業地帯に生まれ変わった。現在は、 岡崎市などを中心として、落農や畜産、いちご、きゅうり、ナス、カキなどの施設園芸農業が行われている。豊田市と刈谷市及びその周辺では、豊田自動車に代表される自動車工業が盛んであり、中京工業地帯の中核を成している。ありがとうございます。